はい、それからですね、YouTube そしてね、ツイキャスともにね、あの投げ銭週水曜日の、夜ですね、毎週23というね、おバカなラジオ番組ね、関東リーグ今日は第5節になります。さあ、東京23 FC ボールで、キックオフとなりました前半の45分です。向かって右側にね、マジで。フリーキック、今直接狙ったね。まだ0-0、得点入っておりません。地元のさんからもね、コメントいただきました、見ながらラジオ意外とおすすめ視聴方法です。守備からの攻撃への展開、またここでムツキが出る。あ、こういいですね、右サイド。さあユッキーだ、行ってみろユッキー。ユッキークロスボール、ニアで受けたな、ムツキ。いつもねマリさんがねアウェイの、あ、これチャンスですね。落ち着いてんな、おい。シュートー。カズヤとタッペ、ヒデ、タッペ、ジョニー、ジョニー、ジョニー、またボールが離れ、ジョニー、シュートー。まあでも昨日ユース見に行ったんですけど、ユースの監督が、砂川監督、はい、ね、いつもやってコーチしてるんですよ。危ない、おー、危なかったもね、しっかり見てね、お伝えします。おー、いいプレーだ、中入ってきた。お、中入った、ペナ、ペナ、打てるか、右がシュート、いいシュート。そう、目を覚ました竜って感じ。うわ、怖い、うわ、やられた。おー、すげー、ここでジョニー、中に出てきた、シュートー、シー、うわー、素晴らしい組み立て、早い、スローインからね、リスタート、宮田和也が今つきます、後ろからついたタッペ、こうシュートコース消したい、三河明選手が中に入っていって、今度は相手ボールになって。23番この選手さっきからキーになってますね。今のフットサルの選手みたいなタイミングの外し方、おお、やばい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 、おお、やられた、失点だ。先制は琉球大ドラゴンズです。加藤選手に期待してるように見えるんだけどね。それで終われないのがちょっと寂しいですね。そう、おとと、おー、これ通るぞ、アキラ、スタンドが夕立ち、シュート、今シュート、いいシュートでしたね、枠いってましたね。ちょっとこれはまた時間を使うでしょうね。さあ、ここで試合終了となりました。それだけムツキ休みはすごいいいってことですね。そうですね、まあ、ただ90分通じて、また楽しみにお待ちいただければと思います。それでは皆さん、どうもありがとうございました。さようなら。また。